作るのはスティミュレーターですか。今年ですね、まあ今まであまりそれほど意識はしてなかったんですけれども、非常に結果がいい渓流でですね、非常によく釣れるフライのような気がしてならない。まあ、ヒゲナガを意識した時に使ってたんですけれども、非常に結果が良かったんですね。それでまあ来年以降どんどん使っていこうかなと、思いました。少し作っておこうかなっていう感じであります。持ち上げて、ちょっと持ち上げてカットする。これエルクではなくてディアですかね。ディアヘアなんで中空になってますので、あまり締めないような形ですね。ボディハックルを止めるのに、ワイヤーを1本後ろに持っていきます。それでまあこれを作り始めた、まあ、作ったから使ってるっていうのかのが正解のような気がするんですけれども、ボディハックルを止めるのに、ワイヤーを1本後ろに持っていきます。それでまあこれを作り始めた大きな要因っていうのがハックルですね。まあ、使うところはいっぱい使う、まあ、14番とか16番サイズですかね、まあ、それ以下とかになるんでしょうけど、その後にですね、ちょっと大型フライなかなか作る機会がなくて、どんなフライを作ったらいいのかななんて考えていたら、このスティミュレーターですかね、あこれなんかいいのかなと思って、今年、よく作るようになったんですけれども、まあそれで、ちょっとハックルサイズの大きいものを作ろうというところから、このフライですかね、このフライを作り始めたわけなんですけれども、非常にこう成績がいい、実調での成績がですね、いいんですね。それでですね、まあ来年も使おうかなと思いまして、今巻いているわけですが、こんなにいいのかなっていうほど良かったですね、昨年は。
昨年は非常に良かったですね。これまあボディハックルなので、もうちょっと後ろがいいかな。このくらいがいいですかね。ディアックとして後ろに寝てもらいたい。ハックルストークですか、ファイバーですかね。ファイバーが後ろ側に寝るような形での取り付けをしたいので、前の方に倒してる場合は裏面が見えるような、そんな形で取り付けていただけると、ハックルがファイバーが後ろに寝ます。まあ本来もう少し短いものを使うんでしょうけれども、まあこの辺はいろいろ事情がありまして、長いやつを使いざるを得ないというところですか。ですね。で、あらかじめ後ろに置いといたワイヤーでハックルを止めます。これも貼っておいて押してやる、まあ、それが一番よろしいのかなという感じですね。でこの、ハックルですね、向きが後ろ向きになると、もう少し本来なら短いやつがいいんでしょうけど、マテリアルの事情で長いやつを使わせてもらってます。使い方が正しいのかどうかわからないんですけれども、エアロドライウィングをアンダーウィングとして、少し入れます。
すごく水切れがいいんですね。で、使ってますと、羽が寝ない。棒状になりにくいんですね、あのオーバーウィングが。それで私はよく使います、この辺の取り付けはあまり潰さないように取り付けなければいけないので、最初のうちですね、取り付け部分の締め込みは、緩くして締められたらいいと思います。ここまっすぐちょっと跳ね上げてカットしてやると、それで一応テーパーに なって、切れますので、あとの処置が楽になりますね。それと、いよいよハックルです。ハックルの方ももちろんこういろいろ使ってなくなってね、長いものばかり、大きいサイズばかりになっちゃってるんで、もうそれを使おうと。ということで、やっております。ちょっとバランス的にはおかしいのかなっていうところもあるかもしれませんが、その辺は許していただいて。それでこれ一応1本ずつ本来巻くのが正しいんでしょうけれども、まあ、2本巻いて一緒に巻いても特に問題を感じたことがないんで、2本一緒に巻いていきたいと思います。でこれの場合ですね、羽ファイバーがこういう形ですね、前の方に倒れるような、形で巻く必要があるので、前に倒して相寄りに倒してハックルをつけて、まあ、強度を増すためなんですけどね、最終的に藍を作りたいと思います。でまあ、2枚一緒に巻いてどうなのっていう気もしないでもないんですが、まあ、それほど問題になったことがないので2枚一緒に巻いていきましょう。で、これですね、あまりこうやられないみたいなんですが、前からこうフライをやられてる方はこんな感じでハックルを止められてるのかな、古い年代の方っていうような感じですかね。ここで、処理します。まあ、これは前後しても全然構わないでしょう。で、アイをヘッドですね、ヘッドをつけてみて、フィニッシャー、これで